といったところで、では次です。日本語チームから、この1年間のリブレオフィスの状況を振り返るということで、ではえのきさんにお渡しいたします。お願いします。はい、わかりました。しょと画面共有します。はい。スライドショーをしてからですね。画面共有。どれだ。これか。どうですかね。見えますか。はい、見えてます。はい、おはようございます。では、もうなんか、年号ミスってたみたいな。去年の、1年。だいたい1年ぐらい前からリビュース会議やったんですけど、まあ1年間振り返ってみたいと思います。はい。ちょっとスライドいっぱいあるので飛ばし気味でいきます。はい。で、一応、まあリリースの話とか、グローバルの方の振り返りと日本のコミュニティの振り返り考えています。はい。ということで、もう自己紹介はいいのでさっさと行きます。で、日本語チームの自己紹介いつもしてないなと思って、一応日本語チームってコミュニティのだいぶ裏方ですよっていう話で、まあ、イベントをやったりとか、まあ、グローバルコミュニティとコミュニケーションしたりとか、まあ、外との、コミュニケーションとか、まあ、そういったこともやっていますということで、まあ、日本語コミュニティの中の一部ですと。で、一応ちゃんとメンバーシップ制は取ってるので、なんか興味ある人はですね、ちょっとメンバーになりたいよって言っていただけるとありがたいです。はい。で、まあ、リリースといってももう、毎年年2回リリースするので、まあ、7.4 と 7.5 が来ましたっていうだけなんですが、ちょうど1年近く前ですね。8月に、7.4 が来て、まあ、ちょっと中身を言い出すとキリがないんですけど、まあ、いろいろありましたねという。まあ、拡張機能マネージャーに検索機能ついたりとか、なんか、スプレッドシートの列数が増えたのが嬉しいっていう人がいたりとか、まあ、軽くの関数選択リストがなんか結構増えたりとか、まあ、いろいろありましたけど、はい。で、7.5 とかも、2月の方ですね。なんか、パッと見て気がつくのは、なんかアイコンが変わったなみたいなやつだったりしますけど、アプリケーションのアイコンですね。はい。とか、あとは、なんか、まあ、いろいろいっぱいあったんですけど、まあ、表のスタイルとかね、セットが入ったりとか、その辺は嬉しかった人も多いかもしれません。で、7.6 ですが、まあ、いつものように8月に来ますと。で、今、リリース候補1まで出てるので、で、そろそろ翻訳の方、UI 翻訳も締め切られるんじゃないかなと思ってるんですが、ちょっと正確な日付を、分かってないんですが、多分今月末ぐらいじゃないかなと思っていますと。で、グローバルの方の振り返りですけども、一応ハイブリッドでカンファレンスができたぜということで、去年はリアルの集まりがちょっとずつ復活しつつあるという感じですね。はい。で、Git のコミット数とかは若干減ってる気はしますが、まあ基本的には大体同じような感じで、やっていますと。で、コミットしてる人数は増えてますね。コミット数は減ってるっていう感じかな。はい。あと、組織別だと、コラボラ、あと、コミュニティのメンバーとか、レッドハット、TDF みたいな、アロトロピアみたいな感じで、はい。いろいろ、います。なんか、まだミュンヘンもいたようですという。ミュンヘン市ですね。
はい。で、ですね。ちょっとびっくりしたのは、カオランが1位ではないということで、もう、あと、ぶっちぎりの年もあるんですけど、カオランが、今年はノエルがこと、僅差でかわし、今年というかこの1年ですね、は、ちょっとかわして、まあ、すごいデッドヒートなんですけど、1位になってますね。まあ、で、ステファン・バーグマンとか、シスコとか、まあ、シスコは、ユニットテストを主に書いてるんですけども、とか、イクロスとかは、多分ライター周りですね。はい。とかですね。あと、オリビエなんかはヘルプ周りを書いてたりとかします。で、10番目に入ってる、彼なんて発音するのかちょっと忘れたんですけど、彼は新しく TDF のスタッフに入ってきた人ですね。はい。で、レッドハットが、どうなんのっていう話があってですね。と、最近6月ぐらいニュースになったんですけど、まあ、レッドハットのエンタープライズの10ですね。まだ10で出てないと思うんですけど、ニブラスの RPM を出さないっていうニュースがあって、で、まあ、開発のサポートもなんか、なくなるらしいみたいな話が見かけたんですね。ちょっと読み込めてないので、すいません。ちょっとに正確ではないんですけども。で、フラットパックではまあ使えるんですけども、まあ、RPM ではな出てこないっていう話になってきてると。で、まあ、親会社の IBM の経営状態も最悪らしいんですけど、まあ、レッドハットはかなり調子いいはずなので、なんですけど、まあ、巻き添え食ってなんかいろいろ首が飛んでるみたいな話もありますと。で、まあ、そういう話もあるので、リブレスチームがリストラされたのかなと思ったんですが、まあ、なんか他のちょっと記事みたいなのを見てると、まあ、カオランがコラボラに移籍しながら、もうメンテできなくなったから、そうしたみたいな話もあって、どっちが先なんだっていうのはちょっとわからなかったです。で、まあ、カオランはコラボラに行ったんですけど、じゃあ、ストイハンバーグマンとか、あと何人か、3人ぐらいいたはずなんですけど、彼らはどうなったんだみたいな、アイカとかですね。はい。ちょっとそれは気になってますね。はい。ですね。で、バグジラは、まあ、相変わらずレポート数は結構多くてですね、再現確認がやや追いついてないかもぐらいな感じですね。まあ大体頑張ってみんな追いかけてる感じですけど。で、結構こんなに こんなにバグレポをみんな1年間でしてるんですねっていうのを思いましたっていう。はい。で、テレストっていう人がですね、もう超人的にバグレポしてたんですが、今年はですね、ちょっとペースが落ちて、まあ普通の人というか、普通の人としても結構すごいんですけど、まあ、4位ぐらいに落っこちてきて、まあ、イアルっていう、まあ、イスラエルの人ですね、が逆にすごい増えてて、どうしちゃったんだっていうぐらい、めちゃめちゃアクティブに、活動しています。はい。いう感じですね。マイク・アンスキーとかは、まあ、コラボラーの人ですけど、まあ、いつものように、なんか、コンスタントに来てたりとか、はい。コバーは、今、アロトロピアに行きましたね。はい。NIS 鉄塔からアロトロピアに行って、まあ、総合運用性のバグを潰してる人とかですね。はい。まあ、レジーナがこんな上の方にいるとか思って、女性なんですけど、こう女性の会社です。とか、まあ、いろいろあります。で、まあ、多分これはアスクのやつだと思うんですけど、フォーラム、あ、ディスコースって書いてあったんで、で、見てみたんですけど、まあ、日本語はどれぐらいかなと思ったら、まあ、7番目、まあ、英語はちょっと別格なんで、7番、まあ、それを除けば6番目ぐらいの数なのかなっていう感じです。で、なんかこう、半端じゃないぐらい回答してる人がいてちょっとビビったんですけど、基本その英語圏を見てると、それ以外のコントリビューターと、マスクでのコントリビューターって全然人が違うんですね。マイク・カガンスキーぐらいですよね。どっちもやってるっていう。はい。というような傾向を感じました。で、ウェブレートの方、もうこれ全体ですね。全言語のやつ。で、
コントリビューター160言語って言っても、まあ、全然活動しない言語もあると思うんですけど、まあ、こうに対してまあ311なので、なんか0人とか1人とかのっていう言語もまあまああるのかなっていう感じはしました。で、さっきのディスコースを使ってはいるんですけど、全然別にアスクではなくて、community.documentation.org っていうサイトが、前からあるんですけど、結構使われ出してきてますで。で、デザインチームとかドキュメンテーションチームとかはもうメーリングリストやめて、そっちに移行したりとか、あ、まあ、あとスピン語だったかな、どこだったかな、ちょっと、とか、まあそうですね。あと BOD とか MC はメーリングリストもまだ今のところはあるんですけど、こっちがメインになってきつつあるという感じかな。MC はそもそもメーリングリストないので、ここだけですね。はい。ということで、もちろん日本語コミュニティも、メーリングリストをやめてこっちに行くっていうこともできるんですけど、まあ、どっちがいいのかなっていうのはちょっと、思いましたっていう感じですね。まあ、こっちの方が盛り上がるようだったら、移行してもいいのかもしれないっていう。で、これはですね、すいません。ちょっと去年のスライド更新し忘れてたので、バージョンがおかしいんですけど、っていうか情報がちょっと古いんですけど、まあ基本的に、去年もすごかったって言ってたんですけど、まあそこからさらに同じペースで、今 7.5 対応がだいたい、来てますっていう感じですね。はい。すべてではないんですけど、もう最新の 7.5 に追いついているガイドがほとんど5つぐらいありましたかね。はい。はい。で、あ、すみません。これもなんか、ちょっと更新忘れてたな。まあ、インフラも、これ去年の情報なんですけど、去年の情報から変わったところで言うと、デシジムは使おうとしたんだけど、使わずにディスコースになりましたって感じですね。で、この辺はいいとして、で、TDF の話なんですけど、まあ、The Document Foundation っていうのは、まあ、DBS コミュニティを支えるために、まあ、コミュニティのメンバーが作った財団法人です。で、去年の秋にメンバーシップコミュニティの選挙がありましたと。で、メンバーシップコミュニティは僕も参加してるんですけど、要は、メンバーの申請とか更新を、管理するっていう、なんか、お仕事です。あとは BOD の選挙を管理したりとかもしますと。で、一応ですね、TDF のメンバーシップはお金払ってなるとかいうやつじゃなくて、活動してるかどうかでチェックするっていうやつなので、一応なんか何らかの活動してるかはチェックしないといけないっていうお仕事がありますと。はい。で、今回一応なんか、副メンバーも含めて、定員9名のところで8名しかいなかったんで、若干1人、減っちゃって、パワーが少し落ちております。はい。で、日本向けもあったんですけど、質問イベントが3回あって、この時小笠原さんが翻訳してくださって非常に助かりました。感じですね。はい。で、この手のイベントは、質問イベントというか、非常にいいので、まあ、今後もあるかもしれません。はい。ちょっと余裕があればぜひやりたいなというふうに思います。いうことで、まあ、リビュースとか、ドキュメントリベレーションプロジェクトとか、なんかに活動されているかっていうのは、ぜひメンバーに申請してくださいっていう話です。はい。ことで。まあ、もちろん、申請するしないは自由なんですけど、まあ、コミュニティのガバナンスに関わる人とか、まあ、リベースのアンパサンダーみたいな人が増えるっていうのはやっぱいいことなので、まあ、やってもいいよって思うんだったら、まあ、ぜひ申請してくださいと。で、まあ、直近6ヶ月で活動してるかどうかで見るんですけど、まあ、そんなになんか、めっちゃやってるとか言うんじゃなくて、まあ、ポツポツやってますみたいなので、全然 OK なので、なんか、1ヶ月に1時間、2時間しか割けないよでも別に、毎月やってますとかだね。そんなんでも全然いけると思うんで。はい。まあ、ちょっとアウトプットのところしか見えないので、まあ、どう判断されるかはちょっと、僕は言い切れないですけど、まあ、
あんまり気にせずに、ちょっと申請してもらえればと。で、まあ、別になんか、その申告の話じゃなくて、もし、ダメって言われても、なんか、あと3ヶ月ぐらい経って、また申請してもらってもいいし、みたいな。はい。そんな感じなので。感じですね。で、今年の秋はですね、ボードの方ですね、BOD の方の選挙があります。この表は前回の、日程なんですけど、だいたい同じぐらいの日程で来るはずです。なので、今メンバーの人とか、今すぐメンバー申請すれば、ギリギリ間に合うかもしれない。本投票権。一応ね、四半期ごとにやるので、7、8、9をまとめて、申請処理が9月末にされるので、ギリギリ間に合うんじゃないかなっていう気がする。はい。あと、チームのメンバーの話ですけど、結構増えてきてますって話で、この間ミーティングがあったらしいんですけど、こんな感じですね。これが写真。で、多分僕が理解では4名増えて16名になったっていう話ですね。ね感じで、QA の人と Web エンジニアと、さっき開発の方のコミットで10位に出てきた彼は、まあ多言語のサポートですね。だから、CTL とか、CJK もちょっとやってくれるんじゃないかなと思うんですけど、まあそういう英語じゃなくて、言語をいろいろ問題を潰していこうっていう担当なので、結構期待できるかなと。あと、アクセシビリティのデベロッパーも、参加しました。彼はミュンヘン市の雇われてたデベロッパーなんですが、まあ、TDEF の方に入ったっていう感じですね。はい。で、予算がですね、結構ですね、なんか紛糾してて止まってたんですが、なんか昨日ぐらいかな、ドラフトがフローリアンから出てきて、それのデータ、なんかちょっと数字をここに書いてるんですが、まあ人件費とか会計費とか、なんか会計士とかなんか、まあその辺のなんか、費用がやっぱ一番多くて、ランニングコストっていうのがよくわかんなかったですけど、まあインフラもまあまあ使っていますという感じですね。あとはコミュニティ予算とかマーケティング予算もちゃんと捉えているので、なんかそういう企画があるっていうことであれば、また来年の予算とか入れていけばいいかなと思うし、まあ、まだ全部予算使い切ってるわけじゃないと思うので、緊急で必要な場合は予算に積んでなくても、まあ、打診すれば OK なこともあるかなと思います。あと、開発の入札がですね、ESC ですね、エンジニアリステアリングコミッティが、まあ一応、簡単にレビューしたものを一応案として出してるんですが、まあレビューがなかなかうまくしきれてないよっていう話もあって、まあどういうふうに入札をかけていくのかっていうのはちょっと課題ではあるんですけど、まあ一応優先順位高いやつは、もうちょっとちゃんと見積もって出すんじゃないかなというふうに思います。いう感じで、結構ですね、金額見てもらうとわかるんですけど、全体の金額って結構でかい金額になってきてます、ね。億単位ですね、の予算を持っています。で、収入に関しては、ちょっと去年の情報、ウィキから漁ったんですが、寄付額は若干減ってるかなってぐらいですね。何パーセントか。で、2020年が確か過去最高だったはずなんで、少しだけ減ったのかなっていう感じでした。はい。で、日本のコミュニティの話に行きます。よいしょ。で、UI ヘルプなんですが、UI、の方は結構頑張ってくれてる人もいて、93% ぐらいで、ちょっとギリギリな感じですね。93だと、ちょっとメニュー触ってると、あ、英語あるな、みたいな気がつくかなとは思うんですけど、まあ、おおむねなんとかギリギリの戦いみたいな。で、ヘルプはもうなんか壊滅な感じで、今 52% になっていて、どんどん下がってる感じですね。はい。まあ、ヘルプもなんかやりたいんですけど、そもそも UI にまあなんか追いついてないという、割とこんな感じになってきてますね。
で、結構ですね、こう、クワット A さんって呼べばいいのかな、わかんないですけど、に提案もら、割ともらってるんですけど、ちょっとレビューできてなくて申し訳ないっていうのが割とあったりとかですね。で、まあ、目立つやつだけちょっと、目黒さんとか田中さんが、と、まあ、ハックフェストとか、チームミーティングでちょびちょびってやってみたりはしてるんですが、まあ、それぐらいでは落ち着いてないっていう感じですね。はい。で、ドキュメント翻訳は、ガイドブックは、相変わらず目黒さんが、こう、自動翻訳にかけて出してくださってるので、まあ、すべてではないですけど、まあまあ、時々追いかけているって感じですね。はい。なってますね。あと、アスクは、ちょっと目視で数えたんですけど、去年の7月から、まあ、約1年ぐらいですね。で、97件ぐらい更新されてて、もちろん古いやつもあると思いますね。97件質問があったっていうわけではないんですけど。で、まあ、質問としてはもうちょっとあってもおかしくないなとは思うんですけど、まあまあ、でも結構ある方かなとは思ってまして、で、結構ですね、GGCCC さんがいろんな、こう、質問してくれて、最近盛り上げてくれてるなっていう感じで、はい。で、回答してくれる人もいっぱいいて、ここに書ききれてないですね。もっといるんですけど、はい。で、結構読んでて参考になりますっていう、はい。サブローさんとか、まあ、イサナさんとか、ノブさんとか、ヒマジンさんとか、メグロさんとか、まあ、田中さんとか、っていうのは結構な頻度で回答されてると思うんですけど。はい。という感じです。なので、もうちょっと質問が逆に欲しいかなっていう感じもありますね。はい。で、ブログは、はい。相変わらずですが、リースぐらいしかできてませんということで、まあ他の翻訳記事ももうちょっとやりたいなと思うんですが、ちょっとやれるよっていう人がもしいたら、ちょっと、教えてください。SNS もあんまりアクティブじゃなかったんで、フォロワー数とかほぼ変わってなかったですっていう感じで、ただまあ反応は得られずに、もう少しツイッターやった方がやっぱりいいのかなと。ただ、最近ツイッター調子悪そうなんで、なんかどうなのかなとは思うんですが、それでもまだツイッターが一番反応がいいかなという感じはあります。で、Facebook もそれなりに、ツイッターほどではないにせよ、まあまあ、見てる人がいて、まあちょっと層が違うので、両方やった方がいいのかなっていう感じでいます。で、日本のイベントの話ですが、ハックフェスト、毎週火曜日に、まあ今日みたいな、スキームですね。実地ミートを使って YouTube ライブに流すっていう感じで、まあただ作業をそのままやってるんで、今日の皆さんみたいな、こう、すごい濃い話だと、なんか短時間で、すごいなんか学習できるんですけど、まあ、ハックフェストはそんな感じじゃなくて、もうちょっと緩く作業していくみたいな感じなので、まあ、気になる話題になったらチラッと見るとか、なんか BGM 的に流してみるとかいうふうなことをされてる方もいるかもしれないっていう感じですね。はい。あと、チームミーティングが水曜、毎週水曜にやってて、もちろんチームメンバー以外も歓迎なので、気になる方とか、ご参加くださいっていうですね。あと、なんか、ハクストで一番面白かったのはこれじゃないかっていう、目黒さんのおすすめがあったんですけど、僕もそうかなっていう。ライブのデバッグというか、なんて言えばいいんですかね、これは。田中さんが、こう、この、拡張機能の不具合を直したみたいな。あれ、ライブ中でしたね、そういえば。そう。だから、すごいなと思って、なんか、このライブ中継されてる中で、こう、普通にやっていって、なんか直しちゃったじゃないですか。懐かしいですね。はい。これ、なんか調べたら多分146回のやつなんで、それのどっか途中からかもしれないですけど、こう、どうやってデバッグしてるか見たかったら、それちょっと見てください。はい、動画残ってるんで。はい。あと、まあ、オンラインの勉強会も一応、どうにか継続できてまして、結構ですね、最近面白いネタを話してくださる方多くてですね、はい。で、後から見ても結構勉強になるんじゃないかなと思います。で、
で、関西とかはもうそろそろもう一回復活できないかなとは思ってるんですが、ちょっと秋にかけてバタバタしてるので、ちょっと冬になっちゃうかもしれませんね。はい。で、あとすごい久しぶりにですね、展示しましたっていう。で、まあ、OSC 東京が4月1日かな。ちょっと忘れたけど。で、OSC 名古屋この間、5月の末ぐらい。で、これ3年、OSC 東京自体は3年ぶりだったんですけど、かなり盛り上がりました。あと、KOF の方はハイブリッドで発表だけしたんですね。展示はちょっとやる余裕がなかったんですけど、まあ、だんだんちょっと、オフラインイベントも増えてきつつあるので、もし、お近くでやるぞみたいな時は、参加いただけると嬉しいです。はい、ブース版もぜひ、みたいな。こんな感じですね。東京と、左が東京で、右の方が名古屋ブースの感じです。はい。あとは、リブレオフィスの日っていうのは、大阪のコワーキングスペースで、毎月やってますよっていう感じですね。こんな感じ。これはなんか特別に人が多かった時ですけど、まあ、普段はもうちょっと少ないんですけど、はい。オープンアジーっていうイベントと一緒にやってます。まあ、ほとんどオープンアジー側の参加者が多いんですけど、たまにリブヨスの人もちょろちょろ来てくれて、まあ、大月さんとかはね、まあ、両方参加してる感じですけど、はい。いう感じで、やってます。で、あとですね、テレグラムとかも、あるので、はい、気になる、まだ入ってないという方はちょっと入ってみてください。メーリングリストももちろんありますということで、はい。このあたりも、います。ということで、まとめです。結構30分以上喋っちゃいましたね。この1年の、まあ、リプレスのコミュニティとか、を、まあ、簡単に振り返っていましたっていうことで、まあ、リベースは、なんか、ま、いろんな活動の集合体で、まあ、今日はしょったやつも、まだまだあるんですけど、そういうのが集まってます。ということで、まあ、イメージがちょっと なんとなく伝われば嬉しいかなということで、まあ、その中で、ま、興味持ったものがあれば、ま、ちょっと、チャレンジしていただければなという話です。で、まあ、やり方をどうすればいいのっていうのは、また相談いただければいいかなと思います。はい。で、あと、メンバーシップの申請も忘れずに、ね、活動したら、ちょっと、やってください、ということです。はい。以上です。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。まあ、あれですね。ちょっと、より一層盛り上げていきたいところですね。はい。そうですね。はい。ちょっと、割と報告がなくなっちゃいましたが。はい。で、話の中でもあったんですけど、はい、ツイッターの方ですね。はい、結構今回も少し力を入れて広報したらですね、今回20人もの皆様に集まっていただいて。そうですね。まあ、ちょっと、あんまり候補できてなかったんですけど、ギリギリになってちょっと頑張ったって感じです。そうですね。で、打つとちゃんと響いてくださる方がいるなっていうのはちょっと今回感じたので、うん、改めて候補の力を入れていきたいですね。はい、そうですね。はい、はい、あいのきさんありがとうございます。